てこのケツ、このケツ見て、ほらこのケツ、ケツが来たよ。ちょっとこれアダムか、アダム、こう見て、俺のケツ見て、俺のケツ、ほらケツケツ、俺のケツ見るんだ、ほらほら、プーアダム、ケツ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 、追われてみよう。はい、ケツが逃げます。こっちですよ。来た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 、何この形。おお、このジャングルジムややこしいな、めっちゃややこしいな。どういう形や。バレたバレた、これは危険だ。早く終わってくれ、そのモード。やばいなこれ。おしおしおし、終わった、で、さっきも言った新しいジャングルジム、これ、板が1枚あって、窓枠があって、ロッカーが4つある。これは多分さっき言ったように新サバイバーのパーク、今つけてるパーク、ロッカーに3秒以上入って出たらスタン。やってみましょうか。来るかな木村さん、ごめんね、ちょっと使ってみたいですよね。来た、こう来て、来ない、あれならんやんかなりませんやん。で、ここやったらどこに入ったか分からないから、入っといて開けるっしょスターした？してないやな何やろ、スタンするんじゃないの、あのパーク はい、キラさんごめんなさいね。え、あかんの。ロッカーで立っている間3秒間パークが発動するでしょ。パーク発動中に急いでロッカーを出ると一定範囲内にいる殺人鬼を3秒間切りまする。今のあかんの来た。上行ってみよう、上。さっきどうやって、あ、ここ。ここの窓枠強いですよね。これループできるんちゃう、ループ。あ、できないか。ああ、危ない。来た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 
どうや、こうか、ループの仕方こうやね。これ強い違う、これずっとこうやってぐるぐる回るの。来たら飛ぶと、これ強いっすよ、このループ。あれ、これ窓枠違うんかよ、マジか。やめたね、追ってくるの。これ強いね、この窓枠ね。皆さん使いましょう、これ。追ってきて、大体この辺かな。その階段上がったぐらいまで来たら、すぐ飛んで、こうやって飛んで。どうやったらやろね。でもこうやって帰ったら、超えてこんかもしれんから、ちょっと見にくいか。こう見といて、赤い光がここまで来たら、こう走っていって。多分赤い光がここまで来たら降りてくるから、降りてくると思うから、赤い光見て、こっちにまずは行って、で、これの繰り返し、3回こう行きましょう、こうやって。これ強いはず。で、これもね、さっき言ったように、この発電機つけたら、ここ開くから、ここのね、扉が開くから、強くなりますね、これね。これ、板めっちゃ強いですよね、これ。で、ここにチェストがあると。おお、落ちた落ちた落ちた。こんなとこ穴開いてんの？嘘。